ドクター D のグローバル整形塾。今回のテーマはロシアの終身大統領、7分でわかるプーチン大統領のすべてです。ウラジミール・プーチンさんは過去20年間ロシア連邦の最高権力者の座にいます。長く君臨したソビエト連邦のスターリンさんやロシア帝国のピョートル大帝といった歴史上の独裁的な指導者の仲間入りをしつつあります。フォーブス誌の世界で最も影響力のある人物のランキングでは4年連続世界1位です。それではプーチンさんの人生を見てみましょう。プーチンさんは1952年にソビエト連邦のレニングラード、現サンクトペテルブルクで誕生しました。プーチンさんの両親はウラジミール・スピリドノヴィッチ・プーチンさんとマリア・イヴァノヴナ・プチーナさん。プーチンさんには2人の兄がいましたが、幼くして亡くなり、成人できたのはプーチンさんだけでした。12歳の時に柔道とロシアの格闘技サンボを始めます。柔道は黒帯、サンボも指導者級です。1975年にはレーニングラード国立大学を卒業します。ここでアナトリー・サプチャーク教授と出会ったことがその後のプーチンさんの運命を変えます。卒業後、プーチンさんはソ連の情報スパイ組織である国家保安委員会、通称 KGB に入ります。配属先は当時の東ドイツのドレスデン。ここで5年間スパイとして活動します。ベルリンの壁とソ連が崩壊する中、プーチンさんはサンクトペテルブルクに戻ります。プーチンさんはソ連崩壊を最大の地政学的な大惨事だと考えており、ロシア近代史を変える機会があるならソ連崩壊を巻き戻すと発言しています。その後のプーチンさんの強硬な外交姿勢を予言するような言葉です。サンクトペテルブルクで恩師のサプチャーク教授と再会します。その後すぐサプチャーク教授はサンクトペテルブルク市長として権力を掌握します。この時プーチンさんはサプチャーク市長の裏の仕事を数多く担い、権力基盤を作ったと言われています。サプチャーク市長は1996年の市長選に敗北します。しかしプーチンさんは間もなく大統領府第一副長官としてエリツィン大統領の側近となります。さらに1998年には連邦保安庁、つまり自らのキャリアの原点であった旧 KGB の長官に就任します。そしてさらに翌年にはエリツィン大統領から首相に指名されます。この時のプーチンさんはほぼ無名です。その後独立を願うチェチェン共和国を激しく弾圧したことからプーチンさんは国民の支持を得ます。そして1999年にエリツィン大統領が辞任、プーチンさんは大統領代行に就任します。プーチンさんは直ちに大統領経験者とその家族を不正追及から守る大統領令を出します。これはエリツィンさんを守るという密約があったこと、そしてプーチンさん自身が将来退任した後のことを考えてのことと思われます。そして2000年の大統領選挙で 53% の得票で第2代大統領に就任、最高権力者の座につきます。当初はロシア経済を牛耳るオリガルヒ、つまりソ連時代のあらゆる資産を分取った新興財閥がプーチンさんを操ると思われていました。しかしプーチンさんは KGB 出身者で側近を固め、言うことを聞かないオリガルヒや政敵を逮捕追放、一説によれば暗殺まで用いて支配下に置きます。このあたりからかなり恐ろしやな空気感が漂います。圧倒的な権力を得たプーチンさんは2004年の選挙では 71% の得票で再選します。2008年の大統領選挙は憲法の連続2期禁止の規定から出馬できませんでしたが、側近のドミトリー・メドベージェフさんを大統領にして自らは首相に就任します。しかし本当の権力者がプーチンさんであることは明らかでした。メドベージェフ大統領は自分の次の大統領から任期を6年に変更するという法改正をします。そして案の定自らは2012年の大統領選には出馬せず、プーチンさんを推薦すると宣言します。いわゆる院政を敷くというのの模範例のような構図です。そして2012年、投票の不正操作の噂も広がる中 63.6% の得票率で
プーチンさんが再び大統領に就任します。今度は任期は6年です。同時にメドベージェフさんは首相に就任します。2014年にはウクライナの内戦に介入しながらウクライナ領土のクリミア半島を併合します。これは国際法違反で国連も認めていません。また2015年からシリアの内戦にも軍を送り、アサド政権を支援しています。さらには2016年のアメリカの大統領選挙ではサイバー部隊を使って選挙に不正に介入してドナルド・トランプさんを後押ししたと言われています。そして2018年には数々の選挙の不正疑惑の中、 76% の得票率で2024年まで続く4期目に入りました。2020年には自らがさらに2期を務められるようにすることを含めた憲法改正を進めています。ロシアのことを民主主義の国という時に苦笑い半笑いになってしまうのも当然です。もしもこの2期を務めたなら83歳の時に最高権力者36周年を祝うことになり、かのスターリンを上回ります。プーチンさんは普通の羊からソ連崩壊の混乱の中で KGB のスパイ時代の人脈を縦横無尽に使い、知略と謀略で権力の座を射止めました。プーチンさんの理想はソ連崩壊を巻き戻すことです。強いロシアを作るために手段を選ばないやり方や、失われた領土を力を使ってでも取り戻す姿勢は強いリーダーを望む一部の国民の熱狂的な支持を集める一方、諸外国からは恐怖と非難の対象となっています。一方、権力を自らに集中させ、ロシアの民主主義を骨抜きにするやり方と、アメリカをはじめとする外国から受ける制裁や弱い経済は声なき国民の不満のもとにもなっています。事実上の終身大統領になったプーチンさんが複雑な利害関係を操って舵取りをしていけるかどうかが、ロシア、そして世界の未来にも大きな影響を与えます。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。